にちは、インターン生の堀込明弘です。最終回である今日は携帯機パート3、2010年代初頭から中盤についてお話ししていこうと思います。2010年代初頭から中盤の主流機となる 3DS や PlayStation Vita はカメラによる AR やコミュニケーションソーシャルを意識した機能が多数盛り込まれました。2013年にはGPU メーカーとして知られる NVIDIA が Tegra、Android 搭載の NVIDIA Shield Portable を発売しました。新参 Android ゲーム機はこの年のトレンドといえますが、同機は PC をサーバーとするゲームストリーミングクライアントでもあり、新たなストリーミングサーバー技術とともに発表され、注目を集めました。スマートフォン、タブレットといったスマートデバイス用 OS にゲームを意識した機能が盛り込まれました。2008年に Apple の iPhoneOS 現 iOS の SDK が公開されて以降、iPod Touch、iPhone、iPad といった iOS 用の App Store や Google の Google Play が提供されます。これまで家庭用ゲーム機だけに展開されてきたシリーズが提供されたり、連携も図られました。携帯機はこれで終了ですが、終わりではありません。今は、いわゆる VR が流行っています。名前は聞いたことあると思いますが、VR とは、仮想現実といって、コンピューターで作られた3次元空間を視覚その他の感覚を通じ疑似体験できるようにしたものです。それの派生形として AR とか MR とかっていったものもあります。これらをゲームと捉えたときに、総合して立体視のゲームと呼びます。PlayStation VR が皆さんの中で最も聞いたことあるものになるかと思いますが、他にも前から、立体視のゲームハードというのはあったという話です。で、その話を少しだけお話ししたいと思います。遡るは1980年代、トミーから、立体視のできる電子ゲーム機がその時から発表されていました。宇宙壮絶戦車戦、ジョーズ、スペースレーザーウォー、ジャングルファイター、コスモルマン、ドッグファイト、シャーマンアタックの7作品が確認されているそうです。任天堂からは1987年にファミコン 3D システム、セガからはアメリカ市場においてセガマスターシステムでセガスコープ 3D グラスと複数の対応ソフトが発表されました。1995年7月には任天堂からのスタンドタイプのバーチャルボーイが発売されていましたが、販売台数は振るいませんでした。以上のように2000年代前半までは、いずれも散発的にリリースされたにとどまります。2006年11月に発売された PlayStation 3は2010年4月に公開されたシステムアップデートで3次元ディスプレイへの映像出力に対応し、また2011年2月に任天堂から裸眼立体映像に対応した携帯型ゲーム機 Nintendo 3DS が発売されました。といった感じです。長々とお付き合いありがとうございました。最後にこの動画が気に入った方はチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。